どうも、ハイチです。今回はですね、模試とかテストの時とかにも時間配分ってありますよね。まあ、時間が足らなかったなんていう経験したことある方いらっしゃると思うんですけど、そこに関するポイントをね、少し話していきますので、よかったら最後までお付き合いください。で、まあ、その時間が足りないっていう相談で一番多いのが国語なので、今回国語を使ってちょっと説明するんですけど、基本的には5科目、まあ、共通で言えることだと思うんでね、参考にしてもらえたらと思います。で、これはちょっと埼玉のね、有名な模試の過去問使って説明するんで、ちょっとあんま中身見せらんないんですけど、説明していきます。で、例えばね、まあ学校のテストでも模試でもそうなんですけど、始めって言われたら、まあめくりますよね。で、めくって何するって、まず1番から読み始めるってわけではなくって、まず自分は題問の数数えます。で、今回だったら、まあ題問1がね、こうまあ小説があって、よいしょ。で、うわ、長えなって思いながらめくるじゃん。で、題問2があって、ここがね、漢字と品詞とかですね、まあ、があってる。まあ、これはすぐ終わるな、みたいな。ちょっとメモっとく。まあ、漢字とかだからね、すぐ終わりそうだと。で、3本出た説明文だと。あ、でもそんな長くねえな。あ、難しそうだな。めんどくさいな。っていうことを思いながら、まず確認して。で、4番が古文ですね。古文がここに来る。古文ね。来てると。で、5番がネックになる作文なんですよ。と。まあ、ここが題問5個になってますと。で、なんでそんなチェックをするかっていうと、まず、50分のこれテスト時間なんですけど、50分なんで、大問5個だったら、単純に大問1個10分ですよね。50割る5で10分使えると。だから、大問1から連続でこう、続いてやっていくんだったら、大問1を終わった時に10分、そのペースで終わらせなきゃいけないっていう。そのペース配分がわかるんで、ただ単に闇雲にやっていくとさ、最後時間足んないっていうことに陥っちゃうから、まず、ペースをどれくらいやんなきゃいけないのかっていうのを把握します。で、次にですね、これ国語、まあ、英語もちょっと当てはまるんですけど、限定ではなるんですが、大問1個の得点配分をチェックします、自分は。でね、これ、例えば、見えるかな？これ大問4、これね、古文じゃないですか。古文を下ピーって見ると、これ12点って書いてあるんですよ、見えるかな？ 12 点。ってことは、これ古文の大問1個解いても12点しかもらえない。12点しかって言い方は悪いけどね、12点しかもらえないと。で、これ全部チェックすると、最初の小説が25点。次の漢字のところ、まあ、漢字だけじゃないけどね。これは22点。で、説明文25点、古文12点の作文が16点配分となっております。で、なんでこんなチェックしたかっていうと、自分ね、国語がめちゃくちゃ苦手なんですよ。昔からずっと苦手で。で、時間が足りないっていう経験をすごくしたことがある。まあ、足らないっていうのもあるし、すごい急いだみたいな、最後。っていうことがあるわけですよ。で、その時に、テストって当然、1点でも多く取ることが目的なんだよね。1点でも多く取りたいわけ。じゃあ、この古文の12点。まあ、古文得意な方はもちろんいいんだよ。優先的にやってもらって構わないんですけど、俺は中学の時古文さえも嫌いだったから、この12点頑張るんだったら、他に得点あと他に時間回した方がいいんじゃないのっていう発想になります。つまり、古文は後回しにします。で、次にですね、まあ、解く順番なんですが、で、国語においてやっぱネックになるのは作文です。で、作文をやるタイミングはね、すごい好みが出てくると思うんですけど、自分は最初にやります。基本的には最初にやる。で、もちろん、作文のテーマにもよるんですよ。あ、このテーマ書けそうだな、サクッといけそうって思うのもあれば、いや、このテーマ何？みたいなのもあるじゃないですか。それ、まあ、それによってね、最後に回すっていうこともたまにあるんですけど、基本的には最初にやっちゃいます。で、作文をやるときにすごく大事なのは、もうほんと10分で終わらせるっていう。伸びても11、2分で終わらせれるようにやるのが大事ですね。で、次にですね、残った小説、漢字、説明文になるんですが、この場合だったら自分は漢字、小説、説明文。で、ラスト古文ですね。っていう順番でやっていくと思います。で、理由はですね、まあ、作文終わった状態で、多分10分を下回ることはないです、俺。作文苦手なんで。時間かかるから。ってことは、じゃあ、12分今使ったとしましょう。で、残りが、まあ、最初にね、問題チェックもしてるんで、まあ、1、2分使ってると思うから、じゃあ、15分使ってるとします。残りが、よすと35分ですよね。で、35分。だから、つまり、10分で終わらせなきゃいけないところを5分マイナスしてる状態です。だから、どっかで5分プラスというか、早く終わらせなきゃいけない。で、漢字のところは、絶対早く終わるはずなんですよ。つまり、ここでちょっと取り戻そうって発想になります。自分の場合は。で、漢字をやって、で、これをまあ5分以内に終わらせると、多分終わるからこれ。なぜなら、漢字は知らなかったら書けないんだから、諦めるしかないんだよ。本文から、どっかないかな、答えどっかないかなって必死に探す時間とかないんで、早く終わる。じゃあ、漢字を、じゃあ、ちょっと、早く終わって3分で終わったとしましょう。ってことで、5分マイナスだったんですけど、大問2が3分で終わったことによって、7分プラスになった。つまり、合計すると、今2分余裕がある状態で先に進めたとします。で、
次にこっからが小説説明文のポイントになります。でね、小説説明文に関しては、自分は小説の方が読みやすいんですよ。本文が読みやすいの。ただ、人の感情が入ってくるんでね、若干その選択肢とかに引っ掛けが出やすいからさ、得点取りにくいところもあるんだけど、でも読みやすい方が俺は大事なんで、小説からやっていく。で、小説は、まあ、読みやすいから時間をちょっと短く済むので、ここを10分で死守する。だからさっきの、得した2分、余った2分を使わないっていう小説で。で、それを小説が終わったら次説明文に行きます。で、説明文は時間かかるんで、おそらく12分で終わればいいけどね。さっきの2分ストックを使うだけで終わればいいけど、それ以上行っちゃった場合は古文にちょっとね、あと、短命って時間来るけど、もともと時間得意じゃないし、得点配分も少ないんで古文は。じゃあ、取れなかったとしてもがっかりがそんな少ないからさ。じゃあ他に回そう。みたいな感じのを最初で作戦立てるの。最初めくった時にどの順番でやろうかな。で、慣れるまでは、いや、そんなんすぐ決まんないよって思うかもしんないけど、毎回やってるうちに、もう毎回俺同じことしかやってないから俺。同じ解き方しかやってないんで、自分のスタイルが決まるから。だから、いつもこのスタイルでやってると。で、ね、問題めくってみたらいつもと同じタイプだと。じゃあその順番でやっていこうでも構わないし。学校の定期テストだとね、ちょっと形が変わるかもしれないけど、それでも問題見た時にさ、みんなが時間かかりそうだな、ここ取れそうだなって思うのがわかるじゃん。それは自分のことだから。で、それを見て、じゃあこの順番で解いていこう。大問が4つだから、じゃあ 1問12点ぐらいのペースでやんなきゃなとか。目の前のね、教室の時計見ながらちゃんとチェックしながらやっていくっていう。そういうのをしっかりやっていってください。で、最後に、粘るかどうかのっていうところの判断基準だけ説明して終わりたいと思います。で、国語に関する解き方っていうのは、配置流の国語の解き方っていう動画を昔撮ってるんで、まあ、この動画の最後にリンク貼っておくんでね、よかったら見てみてください。で、国語っていうのは、例えば大問1の小説やるじゃないですか。で、これ問5まであるんですけど、じゃあ問4をやってる時ぐらいに10分経っちゃったと。だから粘ったらさ、問4、問5の文があるから結構いっちゃいますよね。で、ここで粘るのか、それとも諦めて、ちょっとポイッとして、問いと次の大問3か、説明文に行くのかっていう判断が結構難しいとこなんですけど、これはですね、まず問題見ます。問題は見る。見て、そんなに時間かからなそうだなっていうか、ちょっと粘ったら解けるかもしんないなって思うんだったらチャレンジした方がいいです。で、なんでかっていうと、たまにね、解けそうだなって結構本文読めてたし、後に回してもまた解けるかもしんないっていうんで、違うとこに行ってまた戻ってくる方がいるんですけど、国語は絶対やらない方がいいです、それは。なぜなら、このね、確かに本文読みやすかった、内容もつかめたってなるかもしんないけど、他の人、例えば説明文を読んで、その問題を解いて戻ってきますよね。当然記憶は残ってるんで、こんなことが書いてあったよなーっていうチェックはできますけど、でも、例えば問い語とかさ、その説明文の内容に合ってるものを選びなさいとか、今回はこの主人公なのかな、登場人物の心情、まあ、心のね、様子だね、を表したものとして適切なものを選びなさいって書いてある。で、こういう選択問題っていうのは、まあ、文章ブワーって書いてあるじゃないですか。それの一部ちょっとだけ違うみたいな。ほとんど同じことが書いてあるのに、この一部だけ違うこと書いてんじゃんみたいなんで引っ掛けるわけですよ。で、さっき違うとこに行って戻ってきた、ちょっと曖昧な記憶の状態で解いちゃったら、その曖昧な記憶だから、細かいそのさ、引っ掛けの部分気づけないんだよね。で、結局また本文読まなきゃいけないんだよ。細かく。な、あったっけこれあったっけみたいな。絶対時間ロスするから。そうなるぐらいだったら、もう、後で戻ってこようって発想はやめた方がいい、ここに関しては。今、行くんだったら行くっていう。そう、取れるんだ、取ってしまうっていう風にやった方がいい。で、そこの基準も、絶対取った方がいいのか、捨てた方がいいのかっていうのは、その時によるからさ、やってみたんだけど、今回失敗だったなってこともあると思う。でも、失敗は成功のもとじゃないけど、そういうことを繰り返して、自分のスタイルができていきますんで、ひとまず今回は、その、開いたら、大問の数き、数えて、で、その時間で割って、まず基準を作る。大問1個何分なのかっていう。で、内容を見て、その解く順番を決めるっていうところ。で、そうやってやっていく。いいかな。これはもう英語も理科もね、社会も数学も変わりませんので、ぜひね、こんな感じで時間を使ってもらえたらと思います。